参院選から一夜明けた永田町の動きや各党の状況について国会記者会館から篠原官邸キャップに伝えてもらいます。篠原さん。はい、今自民党はですね、単独で60議席を獲得するというのが幹部間で共有されたですね、目標でしたので、63議席という改選過半数を獲得し文句なしといった状況となっています。勝利から一夜明けた岸田総理、午前10時過ぎに引き締まった表情で総理官邸に入り、その後安倍元総理の弔問のため来日したアメリカのブリンケン国務長官との会談に臨みました。目標を超える議席獲得に党内ではやはり安倍元総理の事件の影響で自民党に最後に票が流れたという見方があります。実際昨日のテレビ東京の選挙特番では視聴者アンケートで 13% の人が事件の影響で投票先を変えたと回答し、自民党幹部は 10% 以上の人が動いたのは大きいと話すなど自民党に有利に働いたと分析しています。この勝利を受けて岸田総理は8月下旬もしくは9月上旬にも内閣改造や党人事に着手する検討に入りました。麻生副総裁や茂木幹事長は続投を含めた検討が始まっています。一方野党側です。日本維新の会が改選議席を6議席から12議席に倍増させた以外は軒並み議席を減らすなど勢いがありません。前回2019年の参院選では野党共闘路線を打ち出したものの、今回は1人区でも野党同士で争う構図が多く自民党に多くの議席を許しました。ただ立憲民主党の泉代表は昨日夜、代表辞任の考えがないとしました。残念ながら議席を有していない党の仲間たちを大事にして次の我が党の勢力拡大に向けた努力をしてまいりたいと思っています。代表、職を辞するというお考えは今はないということでしょうか。はい、岸田総理は今日午後自民党本部で党総裁としての会見を開き、今回の参院選を総括します。今回の大きな勝利を得て岸田総理が独自色を強めていくかが注目されます。